感謝します。驚きましたか。ここが聖母です。大修道院の地下にこれほどの空間があったなんて。地下へと降りるための巨大な仕掛けもとても今世の力とは思えない。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。そこまでよ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍？どうしてこんなところに。あれは炎帝の配下ではないか。まさか炎帝と帝国がつながってたということか。まさか僕らの国が背後にあったとはね。エデルガルトさんはこのこと知って。ええ、全て私が指示したことよ。私のもう一つの名エンテー。学校ごっこもここまでですな、エーデルガルト様。いや、陛下。それお前らはさっさと働け。紋章石も汚ねえ骨も何もかも奪うんだ。あなたは何ということを。神聖な墓所を踏み荒らした罪、その命で贖いなさい。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。おい待ってくれ。どういうことだよエーデルカルト。私たち利用したですか。どうしてそこまで。ごめんなさい先生、けれどこれが私の進む道。学級の皆にはおとなしくしてほしいわね。私の目的は戦いではないのだから。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において命じる。迅速に紋章石を回収しなさい。抵抗する者は殺して構わない。
帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち、セイボを守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。セイボが暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。舞台に上がるより緊張するわね。先生、奇襲、ユーリ。さあ、仕事だ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私だって鍛えてるのよ。おっしゃ、行くぜ。えいっ、ギャッ。歯ごたえのねえやつだったな。よっ、うっ、はっ。つまらん任務だ。自慢にもならん。焦らず戦おう。で、いけるわ。地獄で寝てろ。強くなれる限り。ようやくものになったか。それでいいわ。紋章石は根こそぎ奪って。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。この程度では満足できないな。無駄です。私、遅れ取りません。力も実力のうちだぜ。あれ？これで。
この経験は糧になる。間違いだったな。沈黙。
挑んだのが間違いだったな。だ、これで戦う。私だって鍛えてるのよ。これでいいかな。力も実力のうちだぜ。あれ、助かるぜ。していいとさ。さて、どう調理してやろうか。苦しめてやれ。答えのねえやつだったな。
先生、言い訳はしないわ。今までありがとう。本当は、いや、やめましょう。ここまでのようね。残念です、エーデルガルト。ウレスベルグの据えたるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。先生、私の前に立ちはだかるのはやはりあなたなのね。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。この者はフォドラの最悪。主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。今は引くわ。ヒューベルト、どこへ逃げようともセイロス聖教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、全ての血を流し尽くそうと消えません。上に戻り、今後の方針を立てましょう。エーデルガルトとヒューベルトの二人は行方をくらました。帝国へ戻ったのだろう。捜索と偵察のため騎士をやってある。新たな動きがあれば報告が来る。最悪の場合、帝国軍との戦端が開かれることは想像に難くない。そうなった時、帝国出身の君たちに祖国と戦う覚悟はあるか。帰国を望むならば止めやしない。君たち自身が決めることだ。エーデルガルトたちが間違った行いをするのなら、私はそれを撃つまでさ。俺らがあいつらを止めてやらねえと、このままじゃ戦争になっちまう。僕ははっきり言って戦いたくないですね、彼女のためにも。だけど、いや、そのいきなり決めろって言われても無理ですよ。エーデルちゃんやヒュー君には悪いけど、私は先生に従います。彼女誤りやり方ですならば、私たち正す必要ある、あります。君たちにもそれぞれ思うところはあるだろう。先生とよく話し合って決めるのだ。戦いの始まるその時までに、フォドラの安寧のため君の力を頼りにしている。教団はフォドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。かつて帝国を分裂させて王国を作り、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め税を尽くす偽善者たち、彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に
私は決断した。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名においてここにセイロス教団との開戦を宣言する。信じられん事態だ。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。エーデルガルトは父王を退位させると自らが皇帝になったのだ。彼女はセイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。白雲の章、古月の節、戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。アドラステア帝国がこのような暴挙に出るとは、実に由々しき事態です。エーデルガルトの邪神を見抜けなかったのは痛恨の失態でした。言わずもがな、フォドラ全土の征服だろう。そのために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母まで怪我したのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。神託をもって名付けられたアドラステアが女神にあだなすなど断じて許されません。急ぎ帝国の動きを止める手立てを。戻りました、フェアさん。シャミア、ご苦労でした。帝国の動きはつかめましたか。帝国の本軍はガルグマクを目指して進軍中です。途中エーデルガルトの軍と合流し、あと2週ほどで到達するかと。わずか2週間、いくらなんでも早すぎる。それでは防備を固めるので精一杯ではないか。すぐに近隣の村々に通達を。ガルグマクの住民にも避難を命じよう。はっ。お聞きなさい。敵がこの大修道院まで攻め寄せれば、私も戦場に立たざるを得ないでしょう。私に万一のことがあれば、その時はあなたに工事を託します。あなたはもう自分が何者なのか気づき始めているはず。いえ、記憶を取り戻しつつあると言った方が適切でしょうか。もともと私はあなたの代理に過ぎぬ存在。あなたがフォドラの民を導くのです。レオ、全て打ち明けてくれ、頼む。あの者は真相なのか。あの者は
彼女の器、体の内に神祖の力を宿したもの。やがて器は力と一つになり、彼女が、神祖が地上へと戻られる。やはり君は禁忌を。だが、後戻りはできないか。あなたにも、あの子を。いいえ、彼女を助けてほしい。神祖が再び地上を滑るその瞬間を、私は待ち望んでいるのです。わかった。今は君の言葉を信じよう。レア様、お兄様、私もあの方をお助けします。フレン、聞いていたのか。ああ、そうだな。あの者はお前の命の恩人で、そして我らが同胞であるかもしれないのだから。感謝します、セテス、フレン。神祖に連なる者としてその使命を共に果たしましょう。ベルナデッタ、少しいいだろうか。以前のことで。ねえ、出たー、助けてください。ベルナデッタ、落ち着きたまえ。扉は開けなくていい。聞いてくれないか。開けなくていいんですね。なら聞きます。ありがとう。この前は勝手に話を進めてしまい、本当にすまなかった。私は君が引きこもりを恥じていて、そこから抜け出したいのだと思っていた。だが君の反応から察するに、それは間違いだったのだな。私はこのままでいいんです。いえ、このままがいいんです。そうか、やはり君への理解が足りなかったようだ。それに無理強いするつもりはなかったのだが、君をあれほど怯えさせてしまうとは、貴族にあるまじき振る舞いだった。そうですね。私は恥ずかしい。誇り高き貴族にふさわしい言動が何一つできていなかった。他者をおもんばからず、深く傷つけ、自業自得の怪我を負ったことで、さらに相手を怯えさせた。私が積み上げてきた全てが崩れていく。ああ、私は貴族として失格。フェルディナントさん。ベルナデッタ。なんだかよくわからないけど、そういうことは言っちゃいけないと思います。全部フェルディナントさんのせいじゃ。私だって悪かったんですから。怪我させちゃったし、ごめんなさい。いいのだ、軽傷だったしすぐに治ったさ。積み上げてきたものは簡単に崩れません。そうだろうか。私、引きこもりが嫌ってわけじゃないですけど、それでも外に出なくちゃいけないことがあるのは分かってます。だから少しずつ外に出ることを積み上げて生きてます。そうだね。君は私が初めて出会った頃よりはるかに活動的になっている。でも失敗しちゃった日はやっぱり外に出られません、怖くて。でも翌日はまた頑張ります。それまでの努力は消えたりしないと思って。だからそのフェルディナントさんがいつも努力してるのは知ってますから。その、なんと言うんでしょう。はい、そんな感じです。おしまい。そこで話が終わるのかい？ひどいです。真面目に話してたのに。
笑ってもらえてよかったですけど。